YouTube はパクリだからやめよう。どうも皆さんこんにちは、ボクシングでーす。今回はですね、家賃0円、いや気持ち悪くなってきた。家賃0円、光熱費、水道代、ガス代0円の僕の家、自分の部屋を紹介していきたいなというふうに思います。レッツゴー。まずね、いつもモニターで、なんかここへこんでね俺。あー、そうだ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 、忘れてた。今回は自分の部屋、そして僕ね、実家暮らしなんですけども、ここ2階なんですよ。2階なんですけども、皆さん気になりません？どうやってLANケーブル有線を持ってきてるかどうか、そこをね、大公開していきたいと思います。そして、使ってる PC、 そして、使ってるモニター、使ってるものすべて、公開したいと思いますので、よろしくお願いします。それではやっていきましょう。まずね、こんな感じでーす。で、照明はね、ちょっとよくわかんないんだけど、本当はね、こっちの方につけたいんだけど、まあこっちに適当につけてるって感じです。ここら辺はちょっとガバガバな感じなんですけども、はい、こんな風に。これはね、この兄貴が買ってきてくれた、オーストラリアの謎のブーメランですね。これアルコール消毒があります。アルコール消毒はいいか。もう使ってるモニターなんですかっていうコメントがあるんですけど、僕はこの G ギガっていうモニターを2枚使ってます。これ多分Amazon とかで売ってると思うんですけど、4万5000円ぐらいの2枚使ってると。で、こっちに生放送用の配信ソフト、そしてコメント欄を映して、ここでプレイしてます。これが多分おそらく240を、PC ゲームだと240出る、ディスプレイポートを使ってるので、こっから出力してると。で、こっちは何を使うかっていうと、PS4 とかでゲームするときに、PS4 は HDMI なので、HDMI と、これはね、ディスプレイポート使ってないですね。ディスプレイポートはこのパソコン1枚しかないので、こっち1本と、HDMI でこっちに出力してるって感じなんで、PSO でやるときはこっちの画面になります。そして使ってるスタンドは、Blue80 のスタンドなんですけど、マイクは違うやつを使っております。で、ヘッドホンは Blue80 ここにありますね。結構ね、シダしてるんですけど、いい設定があんまり見つかんないんで、このマイクにしてるって感じなんですけど、これ1本10万円ぐらいで、これがだいたい Blue80 だと2、3万円ぐらいのマイクになります。こっちも結構使ってたんですけど、なんかね、こっちにとりあえずこれが高いから使ってるみたいな感じです。なんか歌い手とか使ってるね、見る人には分かるらしいんですけど。で、あとこのスタンドマイクっていうのは全然違うものを使ってるんで、なんか適当です。コントローラーは全部でこんな感じで、まあスカーフコントローラーがちょっとポロポロとあったりで、純正コントローラー、じゃあ壊れてるのが結構多いんですよ。で、スイッチのコントローラーって感じで。で、MacBook は全然使わないです。で、お菓子がちょっとありますって感じで。これが520かな。G520。で、こっちのキーボードが G913 ですね。結構おしゃれだと思うけどな、このキーボード。いかついっすよね。かっこいい。で、結構ね、妹とかすると結構なんかグラデーションがあったりして、まあちょっと中二病感あるかなっていう感じですね。結構気に入ってます。で、使ってるパソコンなんですけど、ほんと、パソコンにちょっと疎いんで、わからないんですけど、G ギガなんだ。G ギガのパソコンっていうか箱を使ってますね、これね。でも配信して、フォートナイトやるには全然大丈夫なスペックとなっております。CPU って何？グラフィックフォードじゃないの？グラボじゃないの？グラボはね、2080Ti なんだよね。80か90、90は多分出てから買ってないんで、2080、SSD が 500GB、で、メモリが16、HDMI、じゃなくて HDMI だけ、でっかい方の、ソフトが 3TB あるって感じで、配信者だと16メモリだとちょっと遅いっていうか、なんか容量足りないんで、16じゃなく32にしたいなっていう、外付けでも後付けでも何でもいいんでね。で、買った時が2018年の5月ぐらいに買ったんですけど、まだまだ全然使えるなって感じで、買い替え希望とかありますけども、まだまだ使えるんで、これを使ってるって感じです。で、PS4 ですね。これは 1TB の外付け SSD があります。で、なんで SSD にするかっていうと、マジで回線が速くなる。回線っていうか、ロードが速くなるんで、これはマジでおすすめ。まあ、内蔵っていうか、こっち自体の SSD を変えちゃうっていうのもありなんですけど、結構ね、ハードルが高いっていうか、機械に疎い人はちょっと難しいなって感じで。あと、ここもね、SSD 外付けしてます。1TB。だから、このパソコン自体に1500GB、1TB と半分、500GB の SSD があるんで、外付けはかなりおすすめです。1万円ぐらいで買えちゃうんで。だから、外付けってちょっと遅いかもしんないけど、例えば動画とか、まあゲームはちょっとよろしくないと思うんですけど、まあ動画とか全部はこっちでやっちゃうような感じです。ちょっと暗くてごめんなさい。
で、カメラですね。カメラは僕はソニーの、これ使ってるのはソニーの、今写真バーンって出しますけど、ソニーのなんていう名前かな、これ結構 YouTuber 使ってるんですよ。で、これは手に持ってるのがこれカメラなんですけど、結構小型で、これはどちらかというとこう見えてて、なんか僕ゴルフ動画撮った動画はこれで撮ったんですけど、結構ね、広いんですよ。ここでこのカメラがこれだとすると、もう横がね、多分ね、この辺まで映るぐらい広いんで、これは結構外とか、まあ釣りとか、まあ部屋とかでもすごいいいかなっていう、なんかすごくでかく感じる、すべてが。で、結構おすすめなカメラとなっております。こっちはね、なんか使ってないものとか、なんか、物置みたいになっちゃってるんだけど、まああんまりなんか大したものはない、ウブロの時計とかあったりしたりして。で、このアストロ A50 っていうのは今後出していく、まあレビューしていこうかなという商品となっております。アストロのね、ここのね、デバイスがあるんだよね、確かね。このデバイスをちょっと使いたいなっていう感じで、ちょっとレビューしたいなっていう風に思います。だから今使っている、今はね、違うやつを使ってるんで、それに変えてそこから音を聞こうかなという風に思ってるんで、これは結構今後動画に出していこうかなという風に思っております。で、公式からもらったラマ、画鋲があんだけど、危な。これリスナーさんが作ってくれたね、クッキーマン。これ結構リスナーさん知ってる。で、僕の愛しきベッツ、こんな感じです。まあしょぼいですね。そうそう、それでイヤホンで結構何使ってんですかっていうと、これね、ロジクールさんっていうのかな、ロジクールで何か作ってるか分かんないですけど、これね、商品バーンって出してきますけど、これ結構すごくいい、フィット感もあるし、イヤホン欲しいなーと思ってる時に、あ、ありますよみたいな感じで、で使ってみたらすごくいいんですよ。で、なんかこれの専用のアプリがあって、音量調節とかもできて、結構、僕が機械に疎いんですけど、これはすごくいいなっていう風に思いますね。これおすすめ。次は冷蔵庫。ここはね、ね、お菓子をちょっと置いてて、これはね、イロハスのお水ですって感じですね。イロハスはだいたい月に、2ケース、2ダースを毎月頼んでるような感じです。冷蔵庫の中身気になりますよね。冷蔵庫の中身気になりますよね、皆さん。何入ってんですかみたいな。気になると思うんですけど、上は、あー、落ちる。上はね、これね、頭が痛くなった時に頭冷やす用の、これなんていうの？やばい、くっついてる。アイス枕を1枚ここに投稿してる。アイスはあんまり使ってません。そして、ここね、ここは、イロハス3分の1、デカビタ3分の2なんですけど、モンスターとコーヒーとビールって感じで。まあ、こんな感じです。ほとんどデカビタ。炭酸系。まあ、こっちには、ゴルフね、クラブがたくさんあるって感じで。空気清浄機新しくしました。前、これね、空気清浄機 YouTuber になってね、もうね、4代目ぐらいなんだよね。やっぱ、毎日部屋にいるんで、本当に空気が悪いと、大変なことになっちゃうんで、壊れるっていうか、空気に悪いことをしてるんで、基本的には、もうボンボン変えていくって感じですかね。そして、この Wi-Fi なんですよ。Wi-Fi だから、ランケーどうやってゲームしてるのって話なんですよ、ここは。なんでですかって、実家でしょ？ね。大体皆さんのお家ってどうなってるかわかんないですけど、基本的にはリビングがあって、リビングのところに Wi-Fi があって、Wi-Fi を飛ばす。もしくはそこからランケーブルを繋いで持ってくるかって感じじゃないですか。僕ん家、ここ2階なんですよ。どうやって持ってきてるのかっていうのを皆さんに今からお伝えします。これね、スイッチがあるけど、これがね、LANケーブルなんですよ。僕のハブ機で、ここに繋いで、後ろに PC、PS4、スイッチとか、こっから、ゲーム、PC とかいろいろ引っ張ってる、ここが僕の中継機となります。これ大事ですって感じで、こっからね、まず出ます。ここにあるって感じ。まあここには、まあ兄貴のゴルフクラブがあってって感じで。これね、エレベーターのいらないって感じ。で、ここがトイレかな。どうでしたか皆さん、僕ん家は。面白いのがなくて申し訳ないんですけど、家賃0円、光熱費、水道代、ガス代0円。もうただなんです、全てがただなんです。だから、僕はあんまり一人暮らししない理由が、まあ東京も近いですし、まああんまり出る意味がないかなと思うんですけど、やはり自立はしていきたいなというふうに思っております。まあそんな感じでね、ボクシング家、池山家の、ボクシングチャンネルの、ボクシングの部屋紹介をいたしました。皆さんどうだったでしょうか？まあ環境的にはどうでしょう？ B プラスぐらいですか？ちょっとコメント欄でください。環境いいねとか、クソじゃねとか、まだ実家なのとか、
いろいろ言ってください。結構ね、まあ僕的にはまあ兄弟とかいますけど、そんなにまずクレームがないで、家賃がただ、誰にも文句言われない、ご飯勝手に出てくる、服は勝手に洗われてる、どうでしょう、住みます皆さん、一緒に住みます。いや結構いいと思いません？一人暮らしするときは何かって考えたときになんかないなっていう感じなんで、なんか決めたいなって感じだったんで、まあ奥さんができたら、奥さんになる人ができたら、引っ越そうかなというふうに思います。奥さん募集中。またね、なんか詳しい、まあ PC のスペックはちょっとよくわかんないんで、また詳しくちょっと調べて、買っちゃってもいいと思うんで、買っちゃった方がいいなってわかんないんでこれ、だからスペックちょっと皆さん聞いて、なんか知り合いの方聞いて、いいスペックを買って、まあそれを紹介していく、もしくはコラボ PC でもいいですし、自分で作ってもいいですし、なんかね、ちょっと PC とか等困ってる人がいたら、コメント欄とか、なんかもっと僕にアイディアっていうか、もう本当にすごい考えてる、限界突破はしてる、すごいね、たくさん考えてるんですけど、何かしてほしいこととか、やってほしいこととか、気軽にありましたら、コメント欄でください。はい、ね、そんな感じ。以上、ボクシングチャンネルの部屋紹介でした。うるさくしてごめんなさい。ありがとうございます。美味しいご飯を作ってくれてありがとうございます。洗濯してくれてありがとうございます。お風呂いつも炊いててくれてありがとうございます。産んでくれてありがとう。いやでもね、こういう気持ちが大事。言葉で出していこうみんな、うん。母親に感謝。父親に感謝。家族に。兄弟に感謝。エマちゃんに感謝。合唱。じゃあ、さよなら。